こんばんは。みやさん、今日から8月ですね。8月ですね。9月だよって。ちょっと今日は15分ぐらい配信して終わります。その後はぜひSKE の YouTube を見てください。今日はなんか配信あるみたいなのでぜひ見てください。そうですね、ホールケーキの月でもありますので、はい、もうワクワクしてますね。もういつでも呼ばれる準備はできてるので、はい。なんかの発表があるの？じゃないですか。知らないです、私は。私は知りません。SNS のアイコンエメロにした？嬉しい、ありがとう。見てみよう。19時からの配信、何配信ですか？わからない、わからないのでぜひ見てください。予言お願いします。わかんない、あの3人に関連することじゃないですか。ホールケーキ今年もありませんって発表、悲しい、絶対嫌です。免許取りましたって重大発表ですね。あ、そうだ。免許で思い出した。最近ですね、免許の書き換えっていうんですか、免許更新っていうんですかね、あれなんていうんですかね、を受けてきまして、私初心者講習みたいなやつだったので、2時間の講習を受けてきました。2時間のやつ、ゴールドじゃない、まだ取って3年だから、緑色から青色に変わりましたっていう。なんですよ。で、一つ言いたいのが、もう全然漏れんかったっていう写真がね、もう全然漏れんかった、全然って言ってほしい、言っていいほど漏れてない。まあまあ、その最初の顔よりはまだね、ちょっと顔がほっそりしたので、まあまだね、いいなっていう感じあるんですけど、ちょっとね、撮り直ししたい。まだまだ青いな。そう、次はあとこっから5年経ったらゴールドでしたっけ、それ含めあと2年でゴールドなのか、こっから5年、どっちなんだろう。緑の免許みたい、絶対嫌だ、一番嫌だ、本当に。まあ、でもちゃんと保管してありますよ、何かあった時に身分証明としてね、使えるみたいなので、一応取ってあります。こっから5年、あ、こっから5年か、ゴールドまで。うわ、道のり長ってことは、私が4に今年22ってことだから、まあまあ21歳、21、22、23、24、25、26、26、27あたりでゴールドってことね。まあ、無事故無違反だったらの話ですもんね。ハベシャを持っていったら絶対ダメですよ、絶対ダメ。
やめて捕まりそうとか言うの絶対ないから私はもう安心して。ずっとゴールドだよ、すごい。ゴールドの方さすがね。ゴールドだと講習を受けずに帰ってこれるらしいので、はいね。なのでもうただね、写真をパシッと撮って15分ぐらい待ってさっと帰ってこれるように、はい、次ゴールドを目指して頑張ります。ゴールドでも講習受けるの？30分か、30分受けてってことね。なるほどね。よくわかってる方はきっとゴールドなんでしょうね。さすがです。またね、5年後もこのショールームでゴールドになりましたっていう報告ができたらいいんですけどわかりませんけどね、先のことは。はい、乗らないからゴールドです。お姉ちゃんじゃんそれ。私のお姉ちゃんもゴールドって言ってたかな、確か。免許ゴールドになったのねって。私はまだですよ、青色になったばっかなので。ゴールド特典はあんまないからね。でもなんかありますよね、なんか特典みたいな。特典って言っていいのかな、なんていうの、青色とゴールドではちょっと違いますもんね、お金の払う払わないが。今確認したゴールドだった、すごい。あ、そうそう、保険料ね。ゴールドは運って、運じゃないよ、運ではございません。しっかり運転してれば、はい、ゴールドになると思います。ミドルの時は西暦でした。どういうこと？令和じゃないってこと？ちょっとわからないかも、質問が。その通り。ね、その通りでしょ？気持ち的にはゴールドだよって。私もね、気持ち的には全然ゴールドですよ、本当に。気持ち的にゴールドです、はい。一時停止はしっかりと止まってますか？当たり前です。一時停止って言ってもあれですからね、もうちゃんとこのメーターがあるじゃないですか、何キロ何キロみたいな出てくるじゃないですか。あれがちょっとしっかりゼロになる なるまでが一時停止だと私は思ってるので、っていう風に習ったので、もうしっかりゼロっていうのを意識してます、はい。そこはもうしっかり喋りがゴールドですね、本当に。えらい、でしょ、その通りですよ。もうただもうブレーキを踏むだけじゃダメですよ、皆さん。ちゃんと止まるってことが大事です。もちろんそういうとこを見てるので、警察の方は気をつけてください。はい、隠れているからな。まあまあそうですね、わからないですよ、どこで誰が見てるかわからないので。皆さん、急で一時停止取られました。それはもうダメですわ。
それはもう反省してください。それはもう止まってないってことなので、トークにもブレーキをってうまいこと言わないで、うまいこと言わないでください。また一日警察署長やってほしい。やりたいですね。本当に人生初めてパトカーに乗りました。はい、もうね、何かしでかさない限りやっぱパトカーには乗れないので、本当にパトカーに乗れたっていう喜びはありました。はい、岐阜はどこで免許更新するの？でもなんか地域によっていろいろあります。はい、住んでるところによって、はい、バレるので言わないですけど、私は地域によって何か所かあると思います。はい、もうパトカーに乗らないでください。なんで？違うよ、あのそういうことじゃないんでやめてください。しっかりの仕事で乗っただけなので。はい、車の運転で大変なことは何ですか？あれかな、例えば私は本当になんか狭い道をこうなんていうの、狭い道で対向車が来てしまった時に焦るっていうぐらいですかね。はい、そのぐらいかな。すれ違う、そうすれ違いが怖い。なになになに、姉が来たよって、どこにいんのうざ、曲がるときに大回りしますって、失礼だ、失礼ですね。あなたもですよ、あなたもです、あなたもですよ。何を言ってるのかな。ぶつかったことないの？ぶつかったことはないよ。トークも大回りですって、そんなことある？私そんなことあります？免許証の写真変えたいと思ったことありますか？もうすでに思ってる。ドンキ行くくらいしか運転しない。いやでも全然運転しますよ最近。はい、リオナ免許証の顔かわいい、うざそう、普通だから、普通。海とか行ってないですね。私の運転では行ってないです。でもまだね、運転は全然慣れてないので、はい、まあ、乗ってなさすぎるのはやばいので、ちょこちょこ乗ろうと思ってますね。最高でどこまで遠くに、わかんない、どこだろう、ドンキドンキかな、わからん、どこだろうね。あ、15分経過しました、イエーイ。172
ということでありがとうございます。ありがとうございます。あやめろに命を預けるメンバーはまだいないよねって。確かにメンバーはまだ載せてないですね。メガネはゴールドね。そうだね、メガネもゴールドなんで、免許もゴールドに、はい、これはなっちゃいますね。誰乗せたい？誰でもいいですよ。誰でも乗ってくれるのであれば。アイアイ乗せて海行こう。アイアイの運転は乗ってません。てかもうほんと 2年前ぐらい、2年前かな、1年前、いや2年前かは、アイアイの運転で海に行ったことはあります。私は一切運転しないですけどね。劇場まで車で行こう。あ、いや運転うまかった、うまかった、うまかった、うまかったよ。さすがだなと思いました、はい、今から海のオフショットください。海のオフショット別に私撮ってないんだ。あいやいあいやいとかの写真ないっぱいあるけど、そう。アイアイは大型持ってそうって、おもろ。さあということで、まもなくあと5分ぐらいで配信が YouTube なので配信が始まりますので、ぜひ皆さんそちらをぜひ見ていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。何の発表かはまあなんとなく私は分かってますが、ぜひなんとなくまあこれだろうなってのは分かってるんですけども、はい、皆さんぜひ見てください。よろしくお願いいたします。まあ、細かいことは私知らないので、はい、ぜひ見てください。ということで、みんなありがとう。ぜひこの後は YouTube をご覧ください。よろしくお願いします。